were wearing headbands called hachimaki and a Japanese traditional jacket worn special occasion.とぎ払えたまいち時になりませる払えどの狼たちもろもろのまがごと罪けがれあらんおば、お直りください。先ほどは春日大社のご神職によりまして厳粛に角切りの安全祈願祭を執り行っていただいたのであります。はい、今太鼓の音とともに入ってまいりましたお筋家さんと皆さんご注目ください。非常に気があろうございますので今もねとにかくこの前足やあるいはこの角、この辺でですねちょっとこう気が荒いところをいろいろやってるわけでございます。皆さんお辻か一頭一頭に注目をしていただきたいと思いますがちょうどこう縦髪と申しますか首の周りがこうふさふさと、しているえ見ることができるのではないかと、ぬたばとされるところ泥のついたようなもう本当にお化粧をしておるわけでございますが、こうやって我々は立派だの強いぞということで、頑張っているところを見せているというのがこのお筋家の様子です。さらにですねこのお筋家たち、縄張りを作ってみました。扉が開きました。瀬子たち入ってまいります。皆様大きな拍手でお迎えください。はい、手に赤い旗旗竿を持った瀬子たち入ってまいります。できるだけ手際よく鹿をなんとか捕まえたい。さあ、引っかかったか、いやまだ引っかからない。なかなか思ったようにいきません、こういう時にですね、瀬子の皆さんの励みになるのが皆様からの声援でございます。頑張れ、声をかけてやっていただくと大変力強い。はい、なかなか さあもう行かなあかんぞという声が聞こえてまいりました。さあ、角引っかかりましたけども、両方の角にロープがかかってます。ここはちょっと気をつけていきましょう。はい。さあ、暴れる鹿です。はい。さて、この角切り場、2箇所にですね、柱、木を束ねた柱が用意してあります。その根元の、巻いたロープのところに、先ほど鹿が引っかかったロープを引っ掛けまして、そして徐々にこの柱に向けて、鹿を手繰り寄せていきます。はい、ね、なかなか今はこれ危険なことをやっています。はい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 、はい、柱に、鹿をおびき寄せる前になんとか鹿を捕まえて
行くことができました。はい、そして枕でございます。なぜか枕でございます。はい、これは当然ながらこの、鹿の頭をこの枕に、なんせね、春日大社の神鹿、神の使いでございますので、丁重に取り扱わないといけません。はい、5人がかりで鹿を枕の方まで。はい、ありがとうございます。鹿の方もね、舌を出してちょっともう疲れたわいというような顔をしております。はい、カメラがね、その角を切っている瞬間、撮っていただくということでございます。はい、うまいこと撮れているでしょうか。はい、ちょっともたついております。はい、よろしいでしょうか。はい、そして特殊なノコギリで切っていきます。はい、ご存知のようにこの鹿の角というのはカルシウムでございますので、丁寧に、そしてこのしっかりした歯でもって、このノコギリで切っていかないと、もう歯がすぐこぼれてしまう。丁寧に暴れ気味です。相当元気なお寿司家であります。はい、はい、出口は真ん中です。はい、反対です。そちらです。はい、鹿苑の方に戻っていきました。ありがとうございます。ちょっとだ追い込んで切る。先ほど、紅白の幕でね、向こう側見られないようにしていたんですけれども、さあ、お寿司屋の方はどうするでしょうか。はい、いつの間にか一頭減ってるんで、ひょっとしたらというところもあるんじゃないかと思いますが、このお寿司屋また追いかけっこです。追いかけっこというよりも角を突き合わせることの方が多いような感じです。さあ、どうでしょう。さあ、はい、ご覧のようにですね、不規則な動きをします。そして時折角を突き合わせる。そうですね、この2頭は常にこうなんか角を突き合わせて、そういう意味では元気な鹿です。あ、さあ、角にロープが引っかかります。構えました。はい、はい、今度はこの、放送席とは反対側の柱のところに、根元の巻きつけたロープのところに引っ掛けまして、鹿をですね、少しずつ少しずつこの柱の方に手繰り寄せていきます。鹿の方ももう最後の抵抗をしております。もう暴れてもロープに角が引っかかる。はい、さあ、そして引き寄せてから、さあ、そこから入ってくる。はい、角を押さえた。回り込んで手こたちが1人2人3人4人5人目なんとか捕まえました。さあ、残り1頭もね、向こうの方で様子を伺っておりますので、ここはちょっと用心。はい、はい、続いて、はい、ちょっと真ん中ら辺で角を切ろうということでございます。
真ん中の小座のところに。鹿を、はい、寄せてまいります。さあ。角切りではなく角切らずとなってしまったわけでございます。まあよく頑張ったんですけれどもね、はい、今見ていただきましたようにできるだけ鹿のこの、まあ、体をですね、鹿を傷つけないようにして角を切っていくと、そのような形で、今までこの角切り行事は行われてまいったという様子を皆様に、ご覧いただきました。ありがとうございます。本日の、最初の角切り、ご覧いただきました。頑張った手子の皆さんに今一度皆様大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。入れ替え制でございますので、2回目の角切りをお待ちのお客様と、交代という形にさせていただきます。